工人橋は、広島県広島市の沿行側に架か,かる道路と軌道の平洋橋。現存する被爆橋梁の一つ。橋名は、美保工人から。中央に、広島電鉄本線の軌道、その両側に車道と歩道がある平洋橋。ここは、広島県道164号広島海田線、広島県道37号広島三次線の重複区間であり、 東詰めの工人三佐寺、工人立教と続く、この区間は市内でも有数の慢性的な交通渋滞地点である。左岸側は JR 広島駅前となる。上流側に円光橋、下流側に大正橋がある。右岸側で広島電鉄の軌道は本線と広島電鉄みな実線に分かれ、最寄りの駅となる広電的場町電停がある。 西詰めから西へ道沿いにまっすぐ進むと、稲荷用橋がある。2008年現在、京橋、栄橋、七山橋、円光橋、観光橋とともに現存する被爆橋梁である。ちなみに、その中で唯一の平洋橋である。1912年広島電気軌道開通に伴い、単線の電車専用を目標として佳橋。1939年、 道路併用橋に改修、鉄筋コンクリート橋として再加強された。設計は、広島市、施港は清水組。1945年8月6日、原爆被災、爆風により、欄干が破壊されたが楽器からは免れた。そのため、広島市内から、当時救護所に指定されていた東連平城への避難経路として使われた。その後、 数度補修保全されながら、現在も使用されている。ここ数年広島駅前再開発が行われており、広電の軌道を駅前大橋に移す構想発表。マズダズーム、ズームスタジアム広島の完成など、それらに伴う交通網の整備が予定されている。1930年頃の広島市、遠光川上流から2番目の電車橋が、工人橋。 1945年被爆後の広島市。左地図と位置関係を確認。落橋していないとわかる。1988年の広島駅南周辺。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成分岐から上が円鉱側であり、分岐から4つ目の橋が工人橋。拡大すると渋滞状況もわかる。ありがとうございます。